詩編百146編、147編、148編。この3つを一緒に見ます。146から150まで。晴れるヤが35回も出てきます。晴れるヤという言い方はヘブル語で、晴れるが褒めたたえる、賛美する。で、ヤがヤハウェのヤ、それで主を褒めたたえよと訳されてますけれど、 アーメンと同じように有名な言葉ですよね。そうですね。何かこう、喜んで、神様を賛美してるっていう印象ですよね。うん、はい。そのハレルという言葉の名詞の形、それがテヒリーム。ユダヤ人たちは、詩篇のことをテヒリーム、賛美って呼ぶんですね。そうなんですね。うん、ですから、この140からのところは、詩篇中の詩篇、賛美中の賛美ということになると思います。 146,78と3つの詩編を一緒に見ようとしてますけれど、ギリシャ語訳の七十二訳の聖書だと、この147が2つに分かれて別の詩編と数えられています。そして、4つとも同じ台がついてるんですね。ハガイとゼカリアのハレル。うん。バビロンから連れ帰られたことを思い出すような内容にもなってます。今回はこの4つの詩編として見ていきます。 この146からは、総集編の中でも特に第4巻を思い出すものなんですが、103編、104編の出だしを思い出しますよね。うん。我が魂を主を褒めたたえよってそのままだもんね。そうですね。うん。主を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私は生ける限りは主を褒めたたえ。長らえる間は我が神を褒め歌おう。 もろもろの君に信頼してはならない。人の子に信頼してはならない。彼らには助けがない。その息が出ていけば彼は土に帰る。その日には彼のもろもろの計画は滅びる。ヤコブの神をおのが助けとし、その望みをおのが神、主に置く人は幸いである。主は天と地と海と、 その中にあるあらゆるものを作り、とこしえに真実を守り、虐いたげられるもののために裁きを行い、飢えたものに食物を与えられる。主は囚われ人を解き放たれる。主は盲人の目を開かれる。主はかがむものを立たせられる。主は正しいものを愛される。主は 火流の他国人を守りみなしごとやもめとを支えられるしかし悪しき者の道を滅びに至らせられる主は常しえにすべおさめられるシオンよあなたの神はよよにすべおさめられる主を褒めたたえよ貧しい者を憐れんでくださって憐れみ深い王が王座につく ハンナの祈りを思い出しますよね。うん。イスラエルのリーダーたちが腐ってる時代に、敬虔な女性が祈って、サムエルが与えられて、それでその祈りに応えて、ダビデが王座に着きました。主を褒めた,たえよ我らの神を褒め歌うことは良いことである。主は恵み深い。サ味はふさわしいことである。主は、 エルサレムを築き、イスラエルの追いやられた者を集められる。主は心の打ち砕かれた者を癒し、その傷を包まれる。主は諸々の星の数を定め、すべてそれに名を与えられる。我らの主は大いなる神。力も豊かであって、その知恵は計りがたい。主は虐げられた者を支え、 悪しき者を地に投げ捨てられる。主に感謝して歌え、古に合わせて我らの神を褒め歌え。主は雲を持って天を覆い、地のために雨を備え、もろもろの山に草を生えさせ、食物を獣に与え、また鳴くカラスの子に与えられる。主は馬の力を喜ばれず、 人の足を好まない主は己を恐れる者とその慈しみを望む者と好まれる神様は恵み深い憐れみ深い神様だということが歌われていました恵みの年が来たことを感謝している歌ですよねうん憐れみ深い主が来て囚われ人が解放され 盲人の目が開かれて、虐げられているものが、自由を得る。146編と147編の全般。これは、神様の憐れみ深い正しさが行われた。この憐れみを褒めたたえる歌でした。147編の後半、そして148編は、今度は、見言葉の裁きです。エルサレムよ、主を褒めたたえよ。シオンよ、 あなたの神を褒めたたえよ。主はあなたの門の勘抜きを固くし、あなたのちにいる子らを祝福されるからである。主はあなたの国境を安らかにし、最も良い麦を持ってあなたを沸かせられる。主はその戒めを地に下される。その御言葉は速やかに走る。主は雪を 羊の毛のように降らせ、霜を灰のように巻かれる。主は氷をパンくずのように投げ打たれる。誰がその寒さに耐えることができましょうか主は御言葉を下してこれを溶かし、その風を吹かせられるともろもろの水は流れる。主はその御言葉をヤコブに示し、 その諸々の定めと掟き手とをイスラエルに示される。主はいずれの国民をもこのようにはあしらわれなかった。彼らは主の諸々の掟き手を知らない。主を褒めたたえよ。神様の御言葉が嵐のようですよね。そうですね。その御言葉は、掟き手と裁き。うん。起き手と裁き。その言葉が、 嵐のように地に下されている。この掟と裁きが与えられているということは知恵のある民だということでしたよねそう新命紀の4章にありましたよね主はどの国民にもこのようには表されなかったという言い方で掟と裁きの知恵この言葉が下されたんだということを表しています知恵が与えられたソロモンも神様から命じられます 父、ダビデのように、その道に歩みなさい。私の掟と裁きとを守るならば。うん。この御言葉の力によって、エルサレムが再建され、新しい天地が作られていきます。主を褒めたたえよ。諸々の天から主を褒めたたえよ。諸々の高きところで主を褒めたたえよ。その天使を皆主を褒めたたえよ。 その番組よ、皆、主を褒めたたえよ。日よ、月よ、主を褒めたたえよ。輝く星よ、皆、主を褒めたたえよ。糸高き天よ、天の上にある水よ、主を褒めたたえよ。これらのものに、主の皆を褒めたたえさせよ。これらは、主が命じられると作られたからである。主は、これらを、 とこしえに固く定め、超えることのできないその境を定められた。海の獣よ、すべての淵よ、地から種を褒めたたえよ。火よ、あられよ、雪よ、霜よ、御言葉を行う嵐よ。もろもろの山、すべての丘、実を結ぶ木、すべての杉よ。野の獣、すべての家畜、はうもの、 翼ある鳥よ、地の王たち、すべての民、君たち、地のすべての司よ、若い男子、若い女子、老いた人と幼い者よ。彼らをして、主の皆を褒めたたいさせよ。その皆は高く、たぐいなく、その栄光は、地と天の上にあるからである。主は、その民のために、一つの角を上げられた。 これはすべての生徒の褒めたたえるもの。主に近いイスラエルの人々の褒めたたえるものである。主を褒めたたえよ。天地の創造を思い出す言い方がたくさん出てきました。その中に、見言葉を行う嵐が出てきました。うん。神様は知恵によってこの世を作られました。ヨ部に神様が現れて答えてくださった時も、 嵐の中からでした、うん、新しい天と地が作られる黙示録は主の声の書物ですヨハネは主の日にラッパのような大きな声を聞いたでその大きな声が手紙を送ったり裁きを行ったり、うん、その新しい創造である黙示録の中で主は王となったということが表されていますけどその宣言も天での大きな声で言った言葉ですよねうん その声がした時には、稲妻、雷鳴、地震、まさに嵐の中で語られた声でした。そもそも想像の時に神様が、声を出して作られました。命じてそうなった。作られたものたちはその応答として、晴れるや、と大声で答えていたはずです。見言葉に生きる聖書人が生まれ、増えていきますように。菅野和彦。 ひろみでした。